楽しめました。今日はお出かけ日和でお出かけしました。あのさ、ツイートしたんやけどさ、もうめっちゃくちゃもう信じられんぐらい久しぶりにソレイユ行って、でなんかでもいろいろ変わったっていうのはなんか友達から聞いとったんよ。なんか豚カフェができたよみたいな。え、ソレイユに豚カフェみたいな、そんなことあると思ってびっくりしたんやけど、ほんまにあって、やし猫カフェもあったし、あとキング犬もあったし、あとあれよ、なんか VS なんちゃらなんちゃらみたいな、戦うところみたいなあのとにかくほんまにいろいろ変わっとって、広島の大きいイオンなんやけど、マジであの本当にびっくりした。え、何この施設みたいな、この VS なんちゃらのところがほんまにすごすぎて、え、これめっちゃ行きたいって思った。こんなん広島にあるんやと思う。しかもそれゆに激アツやんと思って、そうめっちゃ行きたいって思いました。今日ね、そのソレイユ歩いとったら駄菓子がいっぱい置いてあるお店というか飛行船なんですけど、飛行船って分かります？皆さん飛行船って分かる？みんな、もう私たち世代というかの女の子はもうほんまにエモーってなる空に浮いてるやつ。いや間違っとらんのやけど、それとはまた違う文房具屋さんなんやけど、ラペタに出てくるやつ。いやあっとんやけど、あの私が言いたいのは文房具屋さん、小学生のもう小 JS ですよ、もう女子小学生が集う私マジでその飛行船っていう文房具屋さんに 1,2 時間いたと思う。 1,2 時間はいかんけど1時間は本当におったと思う。でお父さんは飛行船の前の廊下にずっと立っててずっと待たせてた覚えがあります。もうさ信じられんぐらいの量の鉛筆がずらーってあったり、消しゴムがずらーってあったり、鉛筆のキャップとか、もうほんまに、あ、シールとか、もう信じられんぐらいの種類があるんよね。やけさ、そんなんさ選べんじゃん、そんなパッパと。じゃけめちゃくちゃ待たせてましたね。でそこの場所が変わっとって、ソレイユの中で、で普通にのほほんってソレイユ歩いとったら、お母さんが飛行船よみたいな懐かしいみたいな言って、ほんまじゃってなってめっちゃ懐かしいと思ったら、なんか一部が駄菓子屋さんになっとって、なんか飛行船の中の一角があの駄菓子屋さんしとって、で駄菓子買ってきましたので発表したいと思いますなんか気分によってしょっぱい系が多かったり甘い系が多かったり、めっちゃ分かれるんやけど、今日はそのハンバーガー、しょっぱいのを食べた後だったけ、どちらかというとしょっぱい系はあんま求めとらんくて、甘い系を求めとった時の私の選抜を発表します。まずこちら、ロングチュー、これもうビッグラブ、これもう大好きこれ超好き。なんかこれ買おうってパッて取ったら、お母さんからそれ兄ちゃんも好きよって言っとった。
でもお兄ちゃんもこれ食べとるというか、なんか買ってきてって言っとるイメージあるそう、これグレープ味、何味があったっけな。今日の飛行船にはコーラとソーダとグレープがあった、確か。でも私がちっちゃい時はみかん味もあった気がする。ちょっとうる覚えやけど、これ大好き。これというか、あのチューイング系、チューイングガム系が、チューイングキャンディ系が好きなので、もうハイチューとかじゃけ、そう、これはそれのいっぱいある版って感じじゃけ、もう最高、ラブ。そしてお次はこれ、キューバーンキャンディーボックス、イエーイめっちゃ下手なヒカキンさん、キューバーンキャンディーボックスでも待って、一歩近づいてるね、やればやるほど近づいてる。ヒューヒューヒューバーン、キャンディーボックス、これなんかさ、こういうぐらいのさ板にズラララララって12個ぐらいさ、これが並んどるやつあるじゃないですか。でもそれのなんかさらに上を行く感じじゃないですか。いっぱいある、いっぱい入ってる、嬉しい。でもこれね、たまに食べるよ、コンビニでたまにね見かける系、買います、見つけたら。これめっちゃ美味しいよね。これみんなもさ食べたことあるよね。そう、いっぱい入っとるし、味も4種類も入っとる。何個入っとんじゃ、1234567 1234567、1234567、あ、8個やけん、シワ32個入ってます。豪華。そして次はこちら、梅ミンツ、じゃーん。私これ多分食べたことないよね、現役時代現役時代、その小学校の時食べたことないんですけど、今もう本当に梅のお菓子しか食べてなくて、もう信じられないぐらい梅にドハマりしてるんですよね。実はこう見えてもう梅しか買ってないんですよ、コンビニで、ぐらいハマってた、ハマってるので、ちょっと買ってみました、梅ミンツ、美味しそう、美味しそうです。そして最後、なんかこれは一番最初に手に取ったんやけど、あの駄菓子屋さんを 見るって言っても、なんか買うつもりはあんまりなくって、ちょっとサクッと見てみるか寄ってみるかって感じで、久々の飛行船レッツゴーみたいな感じで行ったんやけど、このお菓子を見つけた途端にもう懐かしすぎて、待って、これがあるなんてって、もう本当にもうあの頃の石田地方が蘇ってきて、そっからちょっとお買い物したんやね。なんでしょう、これむずいと思う。私も普通に駄菓子をパッて思い浮かべた時にこれ出てこんもんねでもこれは私の記憶の中では2つぐらいの味しかなかった記憶だったんですけど、今日見たら3種類あって悩みました。え、これ絶対当たらんと思う。もし当たったら今からその人の住所聞いてその人の家にこれを届けに行きたいぐらい感動する。
ぐらい絶対当たらんけど言わせ、あの発表したいと思います。それがこちら、ヒュルルルルルルルバーン、モンスタースタンプ、イエーイ懲りてなかったヒカキンさんのモノマネ、モンスタースタンプです。え、初見の人がいっぱいいるでも私の23の代ぐらいの人は知っとると思う。モンスタースタンプっていう、これなんて言ったらいいんやろ、ラムネでもないし、これは正式には何なんだ、清涼菓子、これすごいんですよ、これ超画期的な、あ、そうそうそう、舌が大変なことで、ね、ベロがあのすんごい色がつくやつなんやけど、これすごい画期的なお菓子で、このスタンプみたいな形になったよね、食べれるスタンプみたいな、このモンスタースタンプってあるんやけどさ、これベロで舐めて、でそのまま紙にピッてやったらあのスタンプになるんですよ。意味わかんない、誰がその誰がそのあね用途で使うんやろって感じなんですけど、そうベロでへーってやってペッてやったらスタンプになるの、食べれるスタンプ、サイダー味、これね、なんか知らんけどね、美味しかったね記憶があるんですよね。これは東京都で作られてますね、あ、神奈川で作られてますね。これうん、めっちゃよく買うわけではなかったけどたまに買ってましたね。これやってみよっか、紙がないよね、紙もう使わないじゃないですか。あの辺にありそう、ちょっと取ってきます。紙あるけどさ、なんか給料明細とかさそういうのしかないんやけど、どうしよう。あ、え、真っ白の紙あった。あ、真っ白じゃない、これでも若干真っ白な紙がありました。私が遠征した時のコンビニの買ったご飯代を精算できるんですけど、それをやってみようと試みて難しくて諦めた時のレシートが1枚貼ってある紙がありました。のでそれをやりたいと思います。その紙に、じゃあ開封、開かぬ、何個入っとんやろ、 1,2,3,4 4個入っとるわ。こんな感じ、ほんまにさスタンプみたいなんや。これなんだ、あ、わかった、これじゃあスタンプします。いざ、ちょ、みんなで見よう、せーの、じゃん、わー、すごい、なんかちょっとやだかも、ちょっともう一回やっていい？ちょっともう一回、もう一回やるわ。はい、サクッとやった。
飛ぶな白い毛、ほらこんな感じ、魔女、これ魔女です、わかる、これが帽子で、これ鼻の長い魔女、すごいよね。味はちょっと今さ舐めただけやけどさ、味全然わからん、ちょっと食べます。あ待って懐かしい、味はソーダ味のなんて言ったらいいんやろ、全然あんまり甘くない。あそう、私ソーダ味買ったんやけど、ソーダ味の砂糖の塊なんかコンペイトーと飴の間みたいな、あんまり美味しそうな感じしない、いや私これ結構好きですよ本当に、なんかなんて言ったらいいんやろ、ラムネでもないし飴でもないしコンペイトーでもないんですけど、えなんて言ったらいいんやろ、やし全然あんまり甘くないんですよね、でも飽きない味というかずっと口に入れときたい系の味、なんかガムをガムの味みたいな、ガムってさ味そんな強くないじゃないですか、ガムの味付けおいしい、私ずっと口の中に居続けるような食べ物が好きなんですよ、あんまり味が濃くなくてずっと口の中に居続けるような食べ物が好きで例えばこのキャンディーボックスもなかなか口からいなくならないじゃないですか、だしこのロングチューもなかなか口からいなくならないじゃないですか、もともと韓国のお菓子、そうなんや、なあ私配信中やけさ噛んだけど、配信しとらんかったらずっと噛まずにおったと思うっていうやつでした。うん、紫式部ワンワン、っていう感じでした。このモンスタースタンプは、あと何の絵柄があるやろ、これ後から食べるわ、とかぼちゃとお化けと、あ色も違う、あさっきさ紫だったやん、青と赤と、えこれ同じ色、赤ピンクがある、お化け2個とかぼちゃと魔女、ハロウィン仕様なんかな、いや年中あった気がするけど、そう年中ハロウィン気分を味わえるお菓子ですね、これ。っていう感じでした。ああと今日はメガネも買いました。わお。メガネゲットだぜ。
メガネゲットしました。これは今まで買ったメガネの中で一番あのでかい枠がでかい気がする。なんかいっぱい試着しあのつかやってみて一番これがしっくりきました。どついとらん。なんかお母さんと、いやマジでサングラスしなみたいな言われて、お母さんに、私あんまりかけんのんですよ。でマジで暑いし、サングラスかけとるのとかけんのじゃ全然日焼けは目からくるけんって言われて、確かになーってなってで色付きは何個か持っとったんよ。でもさ、色付きのサングラスってなんかちょっと誰にも会わん時に一人でかけとくのは別に何とも思わんのんじゃけど、仕事行く時とかにサングラスかけとるのってなんかちょっとなんかそわそわするというかそうじゃけ透明なやつを買いました。これで目から紫外線を守る、紫外線から目を守る。次のファミで当てよう。つらい、私毎回ファミするたんびにメガネがなくなるそう、そう、でもそれこそほんまにその前回のファミでメガネ、それはサングラス機能なかったんやけど、でも黒縁のメガネをプレゼントしたけちょうどなかったけぴったりでした。クライアップデイズ、僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけ次さてく。ほんまにこの曲好き、好きじゃし、マジで石田でよかったと思いましたこの曲はキャプテン副キャプテン、その次はもう序列が名前順なのでほんまに運ゲーすぎる。そんなんラッキー、石田に生まれてよかったと思いました。あんまりなんか早くてよかったと思うことなかったんですよね、人生で。学校とかだったらさ、早かったら席最初の方早くなるし、学年変わってすぐとかじゃし、なんか発表とかも何かと最初になっちゃうけ、もうこれは得しましたね。STA ってたまに不思議な選抜を、なんか面白い選抜のあれしますよね。選抜というかなんかグループ分けとかも最近はないか。と昔は年齢低い人と上の人で、低い一番若い子がから序列よくみたいな、それが制服の重さと原点ですね。
原点って風を待つのカップリングだったんですけど、私風を待つ結構悔しくて立ち位置がで、からの原点もその選抜の中で一番年が上の1番か2番目に上のメンバーだったからすごい端っこだったよね。やけんもう風を待つはもううわってなってた。めっちゃ懐かしい思い出、今となってはあの懐かしいねっていう感じ。そう、確かに出向はねありがたいことに。そう、恥ずかしかっただけあっという間に。背の順だったら真ん中くらいが多い。うん、中学の時はちょっと上の方だったけど、いや中学上でもないか、小学校が、私小学校の時に背が伸びたんですよ。やけ小5、6は後ろから、一番後ろとかじゃなかったけど後ろから3番目とかだった。でも幼稚園は一番前だったやけん卒園アルバムとか見たら背の順に並ぶじゃん、大体大体一番前におるけすぐ見つかる。でも小学校はどんどん背が伸びて、で中学校は真ん中よりほんのちょっと上くらいの中の上ぐらいの立ち位置だった背の順で言うと。STU で言ったらどうなんやろ、めっちゃ真ん中っぽい、真ん中だね多分。今157です。そう、多分平均ぐらいよね、女の子の平均ってそれぐらいのイメージ。縮んでない縮んでないなんなら多分本当は 156.8 とかなんやけどそう、まあこれは四捨五入していいやろって感じで157っていいよ。20代の平均身長は 157.5。 あ、そうなんや、じゃあちょい下でもほぼ平均ですね。 STU って毎年身長測らないの？え、なんか毎年ってわけじゃないけど、なんか急に身長測ってって言われる時が訪れるけど、毎年ではない。え、毎年なんかな、分からん。でもレッスン上にあの測るやつあるけ、そういつでも測れる。プロフィール撮影の時に測ってるか。え、うん、なんか衣装のあれで採寸とかは定期的に、定期的にというかやるよーってなったりするけど、身長あんま測ってないかも。
なんか髪がさ一本なんかある気がしてモヤモヤする。160行きたかった、行きたかったです。160あと3センチ欲しかった。欲を言えば162ぐらいあと5センチ欲しかったけど、まあヒールでなんとかなるけ、まあって感じ。チャ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 ララ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 ラ黒髪にすると幼い。ほんまに？しかもさ、このちょっといつもの平均よりさ短いんよね髪やけ、なんかなおさらちょっといつもと違うなと思ったし、巻いたけさより一層短い。今コンタクトつけちゃうけどさ、ちょっと下がろう。今日の天気めっちゃ好き。ほんまに嬉しいさ。あ、そう、なんかさ昨日さなんか意味わからん匂わせみたいなしたんですけど、それ今日じゃなかったすいませんね。今日最初は今日の予定だったんですけど、今日じゃなくなってた私が見落としてた、失礼しました、忘れてくださいね匂わないものを匂わせてしまってた。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても、最近やってないの。いつの日にかまた出会って昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっとえ、あのさ新公演さ秋にするみたいなさあれね発表されたよね、秋にやるんかいな、秋にほんまに。でもね秋はね9、10、11が秋ですよね。じゃあまあ全然可能性あるか。人によってはね12とか1位まで秋っていう人もいるかもしれません。えね
私も全然あんまりまだ分かっとらんけ、あの発表以来楽しみ。あ、てか今日から9月ですね。皆さん9月もよろしくお願いします。イエイイエイ。9月ネイル拍手やば。あと4ヶ月今年早い、早すぎる。あと4ヶ月で1年終わる。え、ほんまにあっという間じゃない？やばいんじゃけど、やばいね。ほえびっくりじゃん。ね、早いね、あっという間だね。あっという間すぎる。私仕事始め何したんやろ。何だったっけな、生写真かな。ちょっと見てみよう。石田は仕事始め何をしていたのでしょうか。あ、待って、見れんかも。なんかスケジュール入れてもらうアプリ変えたんよね、変わってから。あ、でも入れ直したら見れるんかな、どうやろ。今アプリをなんかもう一回入れ直すみたいな。あ、でも自分のカレンダーに入れとるかな。私たまにカレンダーめっちゃ入れたくなってズダダダって入れるんですけど、あ、入れとる入れとる。私のお仕事始めテレビ派だ。うん、今日誕生日、味噌カツソニックさん、お誕生日おめでとうございます。美味しそう、味噌カツおめでとう。テレビ派ですね。割とのんびりした。え、そうじゃそうじゃ。え、懐かしい。そうじゃ、倉敷行ったり、お父さんと舞ちゃんと宮島行ったりしましたね。あといとこと、あの友達と温泉行ってますね2回行ってる。え、そうで、私ユニバの年パスあんまり使えてないんですよねって思ったけど、もう3回行っとるわ。年パス買ってからふーちゃんと行ったのと家族と行ったのと、あと友達と行ったっけ。でもいつじゃろ。え、友達と行ったのいつ。6月ぐらいか。それ入れてないわカレンダー。でももっと行きたい。あと5回ぐらい行きたいです。4ヶ月で、あと4ヶ月で5回いけるのか。そう、そう、多分もう元取ったけど純粋に行きたい、すき焼き。気軽にユニバ行ける人羨ましいなってめっちゃ思う。大阪付近に住んどったりしたら。T
ディズニーとユニバだったらユニバ派。うーん難しい。なんか求めとるものが違うかも。あんまりそうどっちも大好きじゃけど、ユニバの方が圧倒的に行っとる回数が多いけ、なんか思い入れはユニバの方があるけど、なんかワクワクが増すのはディズニーかな。今日さ、クロックしてから初めて髪の毛巻いたんやけど、マジでなんか違和感がめっちゃあって、黒髪で巻く感じがなんか慣れんかった。謎にずっと黒かったのに。嬉しい、お褒めの言葉が。感謝。感謝。髪色でメイク変わったりするの？え、なんかさ、眉毛の色変えた方がいいみたいなあるけど、私変えんかったんよね。茶色の時も黒の時も同じような色を使っとった。てか同じの使っとったけど、そんな多分いい、そんな変じゃないと思う。ちょっとモンスタースタンプ湿気そうだな、食べよう。でこれピンで封しとこう。あ、確かに。やばい、大人になっちゃったね。スタンプせずサクッと食べちゃった。私そのまま食べれるものが好きかも。これもう舐めるとスタンプになるよ、そのまま食べれるって書いてるんですけど、なんかさ、ボンタン飴のさラミネートみたいなさやつあるやん、あれもさそのまま食べれるやん。ああいうのがこの、ああいうのを好む傾向にありますね。あ、オブラートや、オブラート。夢を書き始め、探し物探しに行くのさ、ワンピース。
ちょうちゃんがそれいいってツイートしたからそれいいがトレンド入りしてて絶対私のあれじゃないと思うけどそうそれいいよ。なんか食べきらんと話しにくい。ソレイユってフードコート大きいのかな。え、めっちゃ大きいよ。じゃし普通のなんかみんなが想像するフードコートが3階にあって、なんかマックとかさ、あのペッパーランチとかサティワンとかがあるのが3階にあって、で1階にちょっと大人のあのフードコートがあるんよ。そこにキング券が増えとって、新しく一番手前のところに、え、キング券やってなって超びっくりしました。そう、そこにねポーラーベアもあるよ。昔さ広島市内にあったポーラーベアっていうジェラート屋さん、ジェラートなんていうんや、そうメンバーがさよく行っとった。私もふーちゃんとみちゅとも行ったかな。そう、その1階の方の大人の方のフードコートは何があるっけ、親子丼とかお好み焼きとか、あとあれあれよ、肉のさやつあ、いきなりステーキや。いきなりステーキがそこにできた時すっごい人並んどって、いきなりステーキが来たぞみたいな感じ で私も並んで食べました。懐かしい。お店充実してるんやね。え、ほんまに割と一日楽しめるソレイユは。そう、広島の学生は、学生というかもうなんかもう広島の人は遊ぶってなったら市内かソレイユって感じですね。街中だったら。でもソレイユは映画もあるし、え、今日見たさあれほんまに衝撃だったよね。あ、調べよう。ソレイユに VS なんちゃらみたいな、なんかすごい施設ができとって、あの七五三とかのさフォセットっていうさスタジオがあったところに大きくなんか VS なんちゃらみたいな、ソレイユ VS来る人 VS パークや。 VS パークはテレビのバラエティ番組のような体験ができる屋内屋内やばすぎアクティビティ施設。24種類以上すごい。え、ほんまにすごい。これさめっちゃ行きたい。スペイベでさこれいかん、みんなで次のスペイベこれにならんかな。え、そう、え、ほんまにすごい。え、これやりたい。これちょっと、あ、変わった。このさ棒が回っとってさジャンプして越えていくやつ、これなんかよく TikTok で見る。すごい。ほとかめっちゃ大きいボーリングとか、なんかほんまにいっぱいある。え、楽しそう。え、行きたい行きたい。え、行きたい、ほんまに行きたい。これえ、マジで行きたい。え、行きたい、面白そう、めっちゃ。
いいね。これさ、広島以外にさ、東京にもあるんかな。いろんなとこにありそうよね。 VS パークとは違うわ、どっかに帰ってないかな。なんかこの服ちょっとツンツンしとって痒くなる肌が。すごい、このさメニューみたいなとこ押したらさ、ホーム VS パークとは初めてご利用になる方へ、ニュースアクティビティとかズラララって書いてあるんやけど、その中に取材ロケ地のご相談はこちらって書いてある。すごい慣れてる。やっぱいっぱいそういうのが来るんだろうね。スティードも行きたい。辛い人多かった。いや、あんま強くなかった気がする、意外と。メンバー的だよ。私プライベートで誰かと会うってなったら舞ちゃんぐらいしかいないんですけど、舞ちゃん言ってくれるかな舞ちゃん言ってくれるかな。私それ言って市内の方から行くのが結構難易度高い。うん、スペイブでやりたいな、行きたい。確かに舞ちゃんスポーツとか体動かしたいとか言い始めたら途端に連れていこう天神川駅が近そう。そう、天神川駅から5分ぐらいで着くと思う。でも広島駅からバスも出とる、100円ぐらいで。なんかこっちの目がゴロゴロする。撮ろっかな今日は。なんかサクッと撮ろうと思います。けど恋されたいわなびまいせこんなカラコンをしています。でも色はほぼ変わらん、変わらんくない？色はあんま変わらんのにしとって、大きさが大きくなるやつを使ってますね。ぴったり、指にぴったりくっつけた。チュ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 そう、自分の目の色好き。この歌さ、なんか昨日
あの麦わら帽子かぶっとった系さ、この歌歌ったよね、歌よったよね配信で。そしたら今日も離れん感じを切るのさ。最近 TikTok 見よったらさ、ワンピースの絵がめっちゃ上手い人がワンピースの絵を描きながら、そのシーンの絵を描きながら、でも音はワンピースの音、なんか感動するところのセリフが流れとるやつがバズっとってよく回ってくるよね。それ見とったらめっちゃワンピース見たいってなる。なんかさ、漫画はワンの国の途中ぐらいまで見たんやけど、アニメはさちゃんと見たことなくて、なんか学生の頃とかワンピースとドラゴンボールは絶対毎週ついとってそれで見てはいたんだけど、でもちゃんと1話から見たことがなかったっけ。ちょっと見たい。タタタタタタタ。今だと442時間やば442時間ってさ、1日2時間見たとしても全く計算ができんかと。な、57分ありがとうございます。じゃあ終わる。20位りょうへいさん、19位ルディエカさん、18位ジムジムさん、17位マヤ太郎さん、16位タカヒロくんさん、15位台湾のコウさん、14位パルダアグリさん、13位ヌルディンさん、12位ユリアピースさん、11位ミックさん、10位ツリケンさん、9位ロッサさん、8位サファさん、7位ケイセキさん、ラッキーセブン。6位ケイトさん、5位阿部寛さん、4位グリオティーナさん、3位おっちゃんさん、スイスイ。2位東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はピュラララヒュン、ヨイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。2位ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。配信ありがとう。こちらこそ、ヤイチさんありがとうね。待って、ミスったな。スクショタイムするならカラコンつけとったらよかった。まあいいか、じゃあします。いい、なんやろ顔。はい、ありがとうございました。さよなら。グッバイ君の運命の人は僕じゃない。グッバイ、さよなら、おやすみなさい。明日も頑張りましょう。9月よろしくね。いい夢を皆さん見れますように。
バイバイ。バイ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 。またね。バイバイ。おやすみー。